おはようございます。今日は、買い物デートして、夜はコールドレイン！はい。10月10何日の振り替え公演を、なんですよね。行く予定だったライブが、台風でなくなって、その振り替え公演が今日ありますんで。今日ありますんで。もう、ろれつが回ってないからね。今日一日楽しみましょう。レッツゴー！おはよう。着きました。結構混んでるね。混んでるけど、まあいい感じに地中止めれたんで、まずはどこに行きますか。結局飲みたい結局ねじゃあ行きましょうねえ見て、今の見て、そうちゃんの顔めっちゃ高かった怖すぎる。でもこの間よりマシじゃない？もっとさ、ここのさ、ここまで並んでたよ。一回さ、なんかの時行った時さ、ミルクがないみたいなのなかった？あった。あったよね。俺は黒糖タイガーミルク。タピオカ買います、タピオカ飲みますみたいなさ、のりさ、全く同じだからね、ここまでの展開。前の仙台の。ミルクの M1 つと、あと少なめの甘さおすすめで、はい、はい、ウーロンミルクティーの少なめのおすすめで、はい、ありがとうございます。やってああゴミ箱なくなっちゃった。ゴミの方、あ、すみません、ありがとうございます。混ぜて。混ぜてって自分で混ぜて。うん、変わらん。うまっ。うん。変わらんね。うまっ。よかった、怖い。すげえのいたな。すげえのがいた。あれ、俺あんまりあったかくないんだけど、うん、どこ行きますか。そっか、それがメインだもんね。前回も行ったよね、3匹の行って、なんかこの買うもんないみたいな、全然買うものが決まらないみたいな話してて、で結局3着ぐらいワンピース買ったんだよね。で、なんか買えましたみたいな感じで、じゃあ帰りましょうっつって終わった気がする。よかったですね。タピオカ飲んで、お洋服買って、でそれしかも買ったところあそこなんか撮影できないから、買いましたっていうこの動画で仙台終わりだからあとはじゃあ行きましょう。長町仙台ピットコールドレインのライブへ。楽しみに着きましたでござる。寒い、寒い。これからなっちゃんは、コールドレインの T シャツを買いまして、ちょっとギリなんだよね。てか2時になったわ今。だから今から物販スタートだね。はい、買いましたか。 T シャツだっけ結局。それいいよね、デザインめっちゃいい。何サイズ？ S、M か。よし、あとは楽しみましょう。3時間ぐらいあるんで IKEA に。食べれる。本当だよ。お腹空いた。イケアで食べましょう。はい。コールドレイン知らない人はちょっと飛ばしてください。そう、コールドレインはあらかじめ言いますけど、ライブ撮影 OK ですので、コメント欄とかで撮影しちゃダメですよとか言わないでください。はい。Yeah.